is built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. おはようございます。チカリタ TV の田代チカラです。前回の Vlog で昨シーズン所属したヘザートンユナイテッドに戻るっていうことをお話ししたと思うんですけど、今日はそのヘザートンユナイテッドでの2024年最初のトレーニングマッチです。まあまだ開幕までは時間があるんで、しっかり新しいチームメイトとの連携を深めたり、彼らの特徴をつかみつつで、僕自身もどんどんコンディションを上げていけるように、怪我には気をつけてしっかり取り組めればと思います。そんな感じで今日も一日映像を撮っていきたいと思います。はい、ということで準備して今家を出ました。でトラムと電車を利用して一旦シティに行って、図書館とあと少しカフェでコーヒーを飲んで、そこから試合の会場に向かうという感じです。若干トラムの時間ギリギリっぽいんで、少し早歩きで向かいたいと思います。グランドの最寄りの駅に着いて、一本バスを目の前で逃してしまったんですけど、無事にグランドに着きました。ということでここからはしっかり準備して怪我なく終えたいと思います。多分事前にメンバー送られてきたんですけど、90分出ると思うので、しっかりプレーを楽しみたいと思います。サプライズで見に来たけど、ありがとうございます。セルが見に来てくれました。前半は良かったね。良かったけど後半がちょっと後半崩れちゃって、うん、まあ新しい選手とかいっぱいいる中だったから、まあまあまあ
最初にしては良かったでしょ。まあ、よかった。その課題も出たし。そう、素晴らしい。まあ、俺もサプライズで見に来れたから、すごい嬉しかったし、うん。ありがとう。いや、俺も、ハーフタイムの時に、あ、セルがいると思って、もう興奮しちゃった。いや、なんか試合前に言おうと思ったけど、うん、ちょっと、試合前だと集中してるから、うん、少し黙って、で、まあ、ハーフタイムに言ったら、まあ、ね、後半すぐ失点しちゃったから言わなければよかったと思って。いやいや、まあでも、チーム全体として後半、こうなんか疲れちゃった、ね、そう、まだやっぱ体力もないし、うん、これが上がっていけばいいかなっていう感じ で、いい選手もいっぱいいるし、うん、なんか楽しみだね、うん、今後監督もめちゃくちゃ良さそうだし、そう、めっちゃいい、うん、そしたらちょっとシティの方に行って一緒に夜ご飯食べましょう。 OK、 ありがとう。お疲れ。はい、ということで今回は2024年最初のトレーニングマッチの1日の映像を撮らせていただきました。個人的なハイライトの映像はコメント欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひそちらも見ていただければと思います。で、試合内容としては前半すごくチームとしてもチャンスを作れていて、いい形も多かったんですけど、なかなかゴールを取ることができないっていう感じで、で、後半に入って相手にチャンスをしっかり決められて、結果的には大敗してしまうっていう形だったんですけど、まあでもメンバー的にまだ揃っていない選手っていうのもいて、そういう中でいろんな選手がプレーしてしっかりそれぞれの特徴をね、確認し合えたっていうのは良かったかなと思います。で、リーグの開幕が3月の後半なので、それまでまだ時間があってゆっくり仕上げていけばいいよねと思ってたんですけど、カップ戦が2月の前半からおそらく始まるので、なんだかんだでね、もうそんなに時間がないので、一個一個の練習とトレーニングマッチを大事にしながら、チームとしても個人としてもまずはカップ戦の初戦に向けてしっかりいい準備をしていければと思います。またカップ戦の細かい日程とかが確定したら YouTube の方でもお伝えできればと思います。で、今回セルがねサプライズで見に来てくれて、で、終わった後にご飯を食べながら試合のことをいろいろ話したんですけど、僕自身のいい部分っていうのはね、これからも自信を持って磨きをかけていくっていう感じなんですけど、それ以外のもっともっと改善できる部分、正直自分でも薄々気づいていたけど目をつぶっていた部分だったり、その辺をねセルと確認できたので、よりいい選手になるためにそういうところもねしっかり逃げずに取り組んで改善していければと思います。また機会があればそこのどういう部分を細かく改善していくのかっていうのをまた話していければと思います。そんな感じで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。Some better